サイエンスライター北丸隆一の地球放送地球の歴史その57本日は森林を切り尽くして滅びたイースター島をお送りします現在は南米地理の領土になっているイースター島現地の言葉ではラパヌイですね長さ 23km 幅 11km 南米から 3 7 0 0トル離れた絶海の孤島です。イースター島に住んでいたのはポリネシア人。ポリネシアの人々は東南アジアから太平洋に進出。紀元前マドニア、フィジーなどに到着。その後、ピトケアン諸島に進出して、イースター島に到着した年代は諸説あるんですけど、多分紀元後900年ぐらいですね。日本だと平安時代になります。 イースター島の言い伝えでは、最初の州長ホトマとは、彼は家族親戚とともにカヌーで島にやってきたと伝えられています。そしてポリネシアの人々はハワイとニュージーランドにも到達。さらにはね、どこかの時点で誰か南米にまで到達したらしいんですね。当時すでに南米には人がいて、彼らはサツマイモを栽培していたんです。サツマイモは身体力が原産で、 それが太平洋の島々にもあるんですね。どこかの時点で誰かが南米に行ってサツマイモを持ち帰ったんですね。サツマイモはイースター島にも太平洋の島々にも広がって、ついには中国、日本にも捕らえします。海原を駆け巡ったポリネシアの人々が日本にも影響を与えている実例ですね。もしかしたらイースター島の人々も関係していたのかもしれません。 イースター島というと巨大な石像モアイが有名ですね。タージ最初はそこまで巨大ではなかったし、造形がね、少し違っているんです。最も古いモアイとされるのがツクツリと読むんですかね。多分現地語の発音は少し違うと思うんですけど。このモアイツクツリは大きさが3.6メートルで座っているんです。似たような石像はね、近隣にあるフランス領ポリネシア。 といっても 3600km 離れているんですけど、そこのヒバオワ島にもあるんですね。つまり、モアイはね、孤立した造形ではなくて、ポリネシアの文化の一部なんですね。ただ、イースター島では加工しやすい石材の発見などで、大型化したんです。有名なアフコテリクのモアイは、本体の高さが5メートルぐらい。頭に乗っかった赤い帽子を入れると、6メーターぐらいになりますね。 ちなみにこの赤い帽子、髪の毛を表現しているとも言われています。島の偉い人たちは赤く染めた髪の毛を伸ばして束ねていたとも言われるんですね。そして最初のモアイ、ツクツリと比べると違うようで作りは同じなんですね。ツクツリはこちらに顎を突き出しているからわかりにくいんですけど、ツクツリもね、後のモアイと同様顔が細長くて長方形なんです。そしてどちらも下腹部が丸くて、 手を底に添えている。それを考えると、どうもモアイは上半身が伸びただけで座っているらしいんですね。実際モアイの中には後ろにふんどしらしい造形があったりするんです。多分モアイは上半身が高く,高く強調されて下半身が簡略化された造形物なんですね。そして本来モアイには目がはめ込まれていました。サンゴの白目と黒曜石の黒目がはめられていたんです。 アフコデリックのモアイは、それが再現できた唯一のモアイなんですね。そしてさらに大きなモアイが作られました。パロと呼ばれるモアイは、本体の高さ10メートル、帽子を入れて12メートル。重さは80トンに達するとも言われています。モアイは島の石切り場で作られて、そこから10キロほど運ばれているんですけど、こんな重いものを、一体どうやって運んだんでしょう よく言われるのがカヌーハシゴを使ったという説ですね。大きなハシゴを地面に並べるんです。そしてその上にモアイを乗せたソリを置いて引っ張るんですね。地面に置いたハシゴの上に重いものを乗せる。それを引っ張ることで重量物を動かす。カヌーハシゴを使うこの運搬方法こそポリネシアの人々がよく使うやり方なんですね。 ポリネシアの人々は海岸にはしごを置いておいて、それを使って重いカヌーを丘にあげるんです。あるいはね、島の奥で伐採した巨大な木材などを海岸まで運搬します。それが伝統的なやり方なら、この方法でもはを動かしたんでしょうね。しかしこの作業にはね、大量のカヌーはしごが、つまり木材が必要。あるいはね、ポリネシアの人々はなおおから作ったから、やっぱり木材が必要。 そもそも人々を働かせるだけでも大量の食事が要りますよね。最大級のモアイパロー80トンの重さがありました。1000人で引っ張れば、1人当たり80キログラムを引けば良いんですけど、1000人というと推定されるイースター島の人口の実に1割。人口の1割を農作業以外に投入するには大量の余剰資源が要りますよね。使い回すにしてもカヌーハシゴなどに大量の木材が必要。 人口と余剰食料を確保するには、そもそも森を畑にする必要がある。だからイースター島の人々は、島の木を全部切り尽くしてしまったんです。樹木がなくなると、雨による侵食が起こりやすくなりますよね。すると土地が痩せる。食料の生産が減る。だからこう考えられています。食料不足で人々は戦争を始めたと。戦争があったことは確かなんですね。島のモアエは全て倒されていました。 戦争に勝った側が負けた方のモアイを倒すんです。有名なアフコデリクのモアイも現代人が立て直したものなんですね。最大級のモアイパロは現在も倒れたままです。顔が下になるように倒されたので、実はね、顔の様子がよくわからないんです。最大級のモアイパロもかつて戦争に負けて倒されたんですね。イースター島からたくさん見つかる石器にマターというものがあります。 国境石から作られたこの刃物状の石器は槍の穂先や武器だったと考えられているんですね。このイラストで槍を持った人がいるのはこのマターを意識しているんですね。森を切り尽くしたとはいえ、この絶海の孤島にも流木は流れ着きます。木材喪失後でも流木を使えばこれをてこにしてモアイを倒したでしょうね。あるいはね、草を編んで紐を作ってそれを束ねて 綱にして引っ張るという手もあり得ますね。そしてマターが大量に出土するとは、島で戦争が頻発した証拠。食料不足で戦争にあくくれた島の人々は飢えていました。こちらはモアイカバカバという彫刻。あわらが浮き出た彫刻だけど、これは人々の飢餓を示しているんです。そしてモアイを打ち倒した島の人々は、新しい宗教にすがったんですね。それが石に刻まれている鳥人間の彫刻。 頭が丸くて、くしばしが細長いから、海鳥だとわかりますね。でも体は人間。木を切り尽くした島の人々は満足なカヌーを作れない。そして年に一回、競技が開かれました。海鳥が卵を産む沖合の小島。冷たい海流と、サメが泳ぐ海を泳いで小島にまでたどり着く。そしてその年で、最初の海鳥の卵を割らずに持ち帰ったものが鳥人間。鳥人間を出した不足が、 その年の指導者。かつて巨大なモアヤを建築した偉大な人々は、森を切り尽くして文明を崩壊させてしまって、食糧不足に散って戦争を繰り返し、先祖の業績であるモアヤを全て倒してしまった。さらに飢えて苦しんで、鳥人間の宗教に走って滅びた。文明崩壊のきっかけになった森林伐採。名著、十病原菌鉄の作者である、 新科学者、ダイヤモンドさんは次のように言っています。最後の木を切り倒した人は何と言っていたんだろう。心配はいらない、木に変わるものが見つかるさ、と言ったのか。この島に木がないと証明されたわけじゃない、と言ったのか。あるいは、悲観論に踊らされてはいけない、と言ったのか。なぜ数々の社会が同じ過ちを犯してしまうのか。ダイヤモンドさんは、木を切り尽くして転びたイースター島と、 現在の地球文明を重ねて警告しているんですね。そしてこれがイースター島没落の物語なんです。けども、実際の歴史はね、かなり違うらしいんですね。イースター島に最初にたどり着いた西洋人は、オランダのロッケフェーンさん。時代は1722年。島民たちは芋などを持ってきた。布でお支払いをした。島の人たちは体格も良くて健康そうだった。 彼らは石像、つまりモアイを崇拝していて、島には木がなかった。通説だと森を切り尽くしてガシしかかっているはずなのに、島の人たちは全然困ってなさそうですよね。芋やバナナ、鶏など、食料をたくさん持っていたと報告されています。実はね、イースター島の人々が植えていたという話はね、全然ないんですね。では、アバラボ骨が浮かんだ彫刻、 モアイカバカバは一体何だったのか飢餓に襲われた島の人々を描いたものという会社がもっぱらなんですけど、大英博物館ではこれは亡くなった個人の遺体を描いたものと解説しています。確かに木材を失ったイースター島の人々は仮想ができなくて、亡くなった人を乾燥、ミイラ化させてから埋葬していたというんですね。あるいはこれね、超自然的、霊的なもので、 お守りだという解釈もあります。例えば比較的近い場所にあるクック諸島の神様の像。全然違うように見えて、実は基本構図も同じなんですね。どちらも目と眉が強調されている。どちらも胸が垂れて反っている。まるで滑り台みたいです。そして下腹部が丸くてぽっこりしていて、へそが強調されている。そもそも、飢餓の時に飢餓の彫刻を わざわざ掘る意味ってないですよね。モアイカバカバは飢餓の描写というよりも祖先の霊のお守り。大博物館の開設に沿って理解するのが妥当に思います。では、頻繁に戦争していたという話は一体どうなのか国曜式の武器であろうマターが大量に出動するのは戦争の証拠ではないのか石器マターは 大きさが差し渡し8センチぐらいあるんですね。上に突き出た突起は木材の絵にいかにも接着できそうですよね。でもこれ槍だとするとかなり奇妙なんですね。そもそもこんな槍は他にちょっと見当たりません。武器を目撃した西洋人も鋭い国洋式の槍を持っていたと書いているんですけど、穂先が広がったマターを描写したとはあまり思えない急通ですよね。 マターはむしろ包丁だという説があります。実際マターは8センチぐらい、ちょうど手になじむ大きさなんですよね。マターは武器ではなく包丁、あるいは濃厚器具だという説もあります。イースター島に関わる研究者はね、およそ2派に分かれているんです。島民自身が環境破壊して滅びた派と西洋人に滅ぼされた派。これね、実はどちらも半分正しいんですね。 1722年に西洋人が初めて島を訪れた時点で森はありませんでした。だからね、島民が森を切り尽くしたことは間違いないんですね。反対する研究者は島民が持ち込んだネズミが原因だって言うんです。確かにネズミはヤシの実をかじるからヤシに断崖を与えるんですね。でも消えたのはね、ヤシだけじゃないんです。他の樹木も全部消えているんですね。 これはネズミのせいではないですよね。でもね、環境破壊派が言うような森林消失による飢餓はなかったんですね。1722年に接触したロッケフェーンさんは食べ物をもらっているんですからね。島民は森を切り尽くしたけど困ってはいなかったんです。厳密に言うとね、困難な状況ではあったんですね。イースター島の島民は粗末な家具しか持っていないと書き残されています。 木材の枯渇と使えるのは流木だけという困難な状況ではあったんですね。しかし、飢えてはいなかったんです。西洋人に滅ぼされた派の人は西洋人の病気と奴隷狩りのせいだと言います。多分これはね、正しいんです。1000人以上の島民が奴隷商人に拉致された事件もありましたし、離島などに隔離された人は大人口地域の感染症に弱いんですね。 西洋人由来の天然痘などで、島民は何度も数を減らしました。西洋人がね、イースター島を滅ぼしたという説はこの点で正しいんです。しかし一方でね、西洋人悪玉説、島民用側派の人は森林破壊もないというんですね。この動画では大量の木材を使用するカヌーハシゴ式運搬を紹介しているけど、島民用語派の人はカヌー場所を使わない奇抜な運搬を宣伝したりします。 皆さん、モアイを立たせてから、左右から綱で引っ張って歩かせる。そういうモアイの運搬方法を見たことがありませんかあれもね、島民用語の研究者が提案した奇抜なアイデアなんですね。つまりあれは、木を伐採しなくても運べるよっていう宣伝であって、強い説教性がね、あるものではないんです。ポリネシアの人々のやり方からすると、運搬にはカヌーバシゴを使った。これがね、 一番妥当な推論でしょうね。つまりやはり島の人々はモアイ建造のために木を切り尽くしてしまった。ただしね、困ってもいなかった。困難であったけど、食料生産は順調だったんですね。では、戦争の件はどうなるのか。すべてのモアイが引き倒されていることから、戦争があったことは事実です。一部の研究者たちはね、後半に行くほど社会が進んでいったと言います。 言い伝えからすると、1680年代ぐらいに、飢餓や戦争があったらしいんです。でも、1722円だと、食料にもう問題はなかった。1770年、スペインのゴンザレさんが到着、芋をもらいます。1774年、イギリスのクック船長が到着、芋をもらいます。1795年と1804年、また別の人たちが芋をもらっています。1882年、 アメリカの捕鯨船が芋をもらうんですけど、この時、初めて戦争しているという記録が出てくるんですね。1862年、奴隷商人による島民の拉致。1864年、英露神父の訪問と戦争の記録。1888年、地位の領土になる。戦争が記録されるのは後半ですね。だから時代が経つこと、島がすさんでいったと考える人がいるんです。 でも戦争を暗示する記録はそれ以前にもあるんですね。ゴンザレスさんは傷を負った人を見ているし、クック船長は倒されたモアイを見ています。明らかに以前から戦争していますよね。近代以前の戦争はだいたい1日ぐらいで終わります。少し島に訪問したぐらいでは戦争には遭遇しません。例えば40年に1回戦争があるとすると、最後の2回の戦争は訪問者の目に留まるけど、他は目撃されない。 毎年戦争していても、ほとんどの訪問者は戦争には遭遇しません。40日に1回戦争しても、状況は変わらないんですね。ほとんど全員戦争を目撃できない。つまり訪問者が何度も訪れて、最初の接触から何年も月日が過ぎて、ようやく戦争を目撃できるはず。多分、イースター島の人々は、毎年のように戦争していたんじゃないんでしょうか。人間は戦争する動物だから、別に不思議なことではありませんよね。 そして、モアや何百体もあるから、毎年戦争しても、全部を引き倒すのに何百年もかかります。森を失った後ではモアやを運搬できない。モアやは再建できずに全て倒れてしまう。そして、鳥人間へと信仰は移っていく。後の時代ほど戦争が頻発するように見えるのは、むしろ観察数が少ないことによる見かけの現象でしょうね。そして、ここから言えることがあるんです。新科学者ダイヤモンドさんは、 森林破壊による文明法解説の立場から現代文明に継承を鳴らしました。でもイースター島の核から引き出せる教訓は実はそこではないんですね。イースター島から導ける結論は一つ。全ての木を切り倒しても人類はびくともしない。これが導き出される結論です。次回の地球放送は人類が全ての木を切り倒す理想の未来について語ります。ではまた来週。